古形余り堂、古形余り堂は、中華人民共和国の老児公の薬局、製薬会社、門心書。新末期の実業家である、古雪岩が、紅れないただき商人と呼ばれるその財力によって、同地13年に創業。本社は、石膏省甲州市場上空の清川坊外を打ちまた、中国本土と海外華僑の間での知名度と信頼性から、 江南ナンクス王の微笑で呼ばれ、北京市の老児公である道人堂と人気を二分する有名薬店である。喜びあまり求心丸や、非温丹などの薬が有名である。古雪岩は、銭層から起業し、公州地府王幽霊の助力のもと、お加戦争を創立する。ここから金融、不動産、食料、運輸と商売を広げてゆき、佐宗等の信任を得て、聖賞として、 活躍、同治13年に古慶余り堂を創業することとなる。面積は3000平方メートルで、当時の銀30万両を費やした。中国湖南地方の建築様式で建てられており、甲州市の川坊街と南山路の漆喰で塗られた壁面に黒く対象で古慶余り堂の文字が書かれている。この広告宣伝は民国期に制作された。 後に清掃に巻き込まれ破産しすべてを失った、古節眼であるが、古あ余り銅は、現在にまで残る、唯一の店となり、彼の偉業を今に伝えている。薬は人命に関わることから、偽物を今しめる、会議の言葉を、古節眼自ら定める。当初は、喜び余り銅という名称であったが、古節眼を慕う後州の人々から、死の、交換して呼ばれるようになり、 現在の固形余り道となっている。この場所で現在でも製薬と問診を行っている。専門医の問診で処方された薬を購入できる。また博物館としても機能しており、参観者は気軽に入館し、処方箋の必要ない薬を購入できる。日本でも代理店を通じて医療用漢方液製剤などを販売している。ハブ年 p ありがとうございます。